はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回もね、ゲームコレクター酒館のコンプリ計画ということで、モンスターコンプリワールド、こちらね、挑戦していこうと思います。ということで、リセットでね、前回あのアークザラト使ってね、いろいろモンスターコンプリワールドの CD も含めて、あとアークザラトの CD を使ったんですけど、まあ、今回いろいろ読み込んでみようと思って、まあ、アークザラトはそのままあるんだけど、まあ、僕の棚にあるね、アギョっていうか、同じ棚に入ってたね、このプレステのね、これをちょっと、いろいろ読み込めば、まあ、いろいろできるかな、というところですね。ただ、前回ね、ちょっと、いろいろと、こう、リストを作ってみたんですよ。前回の結果ね。前回の結果というか、まあ、前回までの2回分のその、どこで何が出てきたかね。で、ちょっと見てもらえば分かる通り、モンスターコンプリワールドのディスクを入れた時に、最初の時にレベル13だったのが、次やった時にレベル19で出たんですよ。ということは、これはもしかして、もしかすると、レベルって毎回ランダムなの?みたいなね、ところがあるんで、ちょっとその辺をね、踏まえた上で遊べるやつをね、ちょっと見てみたいなってところですね。遊べるっていうか、挑戦できそうな。で、基本的にコンプリ計画だからね、コンプリ計画のゆえに、別にボス倒さなくてもいいんですよ。集められれば。ということなんで、まあ、その辺を踏まえてね、いろいろとこう、なんとなく3種類ぐらい出てくると、ディスクに 1個のダンジョン3、4種類、5種類いるけども、なんとなく3種類ぐらい集めると、まあ、いいのかなって気もしてるんですよね。まあまあ、とりあえず、ちゃっちゃとこう、進めていく感じで、あんまりこだわらないでね。ということで、ダンジョン紹介。なんだっけ、レンズダンジョン。まあ、アークザラットは一回やってるから、ちょっと他のやつ読み込んでみましょう。まずはね、アーサーとアストロットの、謎魔界村。こいつですね。あ、これでもいいですか。めんどくさいんだよな。葛藤外通洞窟、いろいろ読もうと思ったんだけど、これレベル18だから、これ多分今回いけるな。行ってみましょう。行きましょう。つうわけで早速ダンジョン。まあ、ストーリーとかうんぬんは、あんま気にせずにね、
なんか大会出てどうのこうのってそれ気にせずにねやっていきましょう。だってまだ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16 種類ぐらいしかまだね。あ、そっか、洞窟ってこういうやつか、めんどくさいな。出てくる敵が食べろん出てきた。あ、出てきてるな。食べろんはどうでもいい。食べろんはどうでもいい。間違えた。食べろんももう前回以前出てるからいらない。食べろんいらないよ。食べろんはいいや。食べろん以外に、ね、3種類ぐらい出て全部かぶってたらもうこのダンジョンいいやっていうノリで行こうかなと思ってます。うん、敵出てこないね。全然敵出てこないね。全然敵出てこないね、これ。なんで？逃げたから？いやいや。これさ、シンボルエンカウントなんだけど、その、出てくる、あー、次行かないでこっちの方がいいな。で、あれ、でもいい、全然敵出てこないね。なんかシンボルエンカウントだけど、このシンボルに触ってもその触ったものと違う敵が出てくるんだよね。モノ、モノ、これはいないな。モノ、これでもなんかやっつけちゃいそうな気がするな。これやっつけちゃいそうな気がするな。仲間にするモノ。食べ物、コインが好き。コインあれ、え、マジコインないよ。コインないよね。コインか、なんだこれ、違うな。強引に捉える。コイン、よし、捕まえた。よし、よし、これで一体捕まえた。これで、さて、あ、いた、なんかいた、なんかいたけど、タベロンはいいんだよ、どうでも。タベロンはどうでもいいからやっつけちゃおう。違うな、ちょっと待って、これ向こうにいるやつなんだ。フンドは、あ、フンド捕まえてるわ。こいつら両方とも捕まえてるわ。あ、どうでもいいからちょっといいや。あの、普通にやっつけちゃいます。どうせすぐ倒せんじゃないかな。逃げるのもめんどくさいしね。倒せるだけ倒しちゃう。あ、で、フンドって書いておかないと。フンドはどうでもいいんだ、うん、やっつけちゃおう。自爆？自爆ってことは死ぬんだよ。いい加減にしろよって感じだ。やられてるし。マジか。え、自爆なのに あいつ死なないの？な、意味わかんない。どういうこと？なんで自爆なのに死なないのやつ。ちょっと待てよ。意味がわかんない。自爆で死なないってどういうこと？
いやいや、自爆なんだから死ねよって感じなんだけどね。あれこれ、あ、そういえばあれもう、このペースでプレイしてると、あの、ちょっと待って、あいつ体力戻ってんだっけ、あれどうなってんだっけ、これ。いやー、まあ体力1入ってる。あれなんか使えたっけ、あれ回復の、あれ回復のアイテムないんだっけ。まあいいや、ちょっと一回今は、あ、でもちょっと待って、フォーメーション変えよう。多分こっちの方がいけんじゃないかな。お、ひげく、コミュニケーション大丈夫、コミュニケーションバッチリ。やっぱ全然、マジか。この辺の中途半端トルネコシステムがね、って感じ。全然敵いないね。少し回復してる。はい、敵いないね、本当にいないね。どういうことよ、あのいないのはいないでなしだろう。マジかお、マジかよ。いやー、2回も爆発してるってどういうことよ。いやー、お、あー、これ2つ目のとこだと違う敵なのかな。あ、よし、コロは、あ、コロも捕まえてるな。コロもどうでもいいや。やばい、こいつの技覚えてない。うわ、強え、なんか強え。レベルだけ上げていこう。よしよし。いや、こういうゲームを見てるとやっぱプレステ1の時代っていうのは結構まだこうなんかいまいちこう検証せずに作ってる感はあるんだ。食べるのはもうどうでもいいよ。なんだっけ、食べるは、あれ食べるいいんだよ。食べるってか、このフロアも食べる出てきたのか。多分2フロアごとにディスクのダンジョンは、これか、なんだ、X ってなんだっけな、守護の波動とかいらなそうだな。適当すぎてもうあれなんだけど、敵出てこないね。
でも敵がもう一個なんか、あれ。でも多分このフロアにボスいると思うんだよね。だからボス倒して出てっちゃってもいいんだけど、多分1フロア、1ステージあたり3種類だと思うんだよね、敵の種類。今までの傾向からいくと。だからここでもう1種類敵が出てきたら、もうボス倒して出るよっていう感じに、てかボス、雑魚でもいいんだけど、敵出てこないかな。敵出てこない。あ、NPC か。変なの、チュートリアルキャラか。あんま意味ないな。お、物はもう、ああ、なるほどね。物はいいんですよ。もう、やっつけましょう。もういいです。やられてください。よし、なんとなくこの、レベル上げても全然、変身じゃねえや。進化か。進化しないね。よし。よしよし。いいんだよ、いいんだよ。どんどん倒しちゃおう。お、骨だ。あ、アイテムは分かりやすいんだよな。謎の紋章、フィールドで使おう。あ、3つ目のステージがある。まあいいや、3つ目のステージ行こう。じゃあ、そっか、3つ目のステージあったっけ。そっか、3つ目のステージあるのか。じゃあ3つのステージか。なんか前回のステージ数まではちょっとメモしてなかったんで、記憶が曖昧なんだけど、多分1ステージあたり3体出てきて、で、ダンジョン全体で5種類ぐらいのような気がするんだよね。見積もりとしては。勝手に想像してるだけで。4で終わりかもしれないけど。でも敵出てこないな、このダンジョン敵出てこないよ。こんな出てこないもんかね。お、なんかいる。意味わかんないんですけど、意味わからないんですけど、あっ、やめちゃったよ。お、ああ、フンドか。ステージ3、フンド。フンドもやっつけちゃうのに。毒受けてやがる。やっつけて。で、どうだったっけ。戦闘後も、あの毒、ああ、そっか、ちょっと待って。なんかモンスターいる？アイテム上げないといけないようなやつ。何で見るんだっけ。あれ、モンスターで見れるんじゃなかったっけ。なんか状態って、あれ。 全然覚えてねえ。
これで、例えば、あ、こいつ全然大丈夫じゃん。誰かなんかあげられるやついねえのかな。食事、あれこいつ何が好きなんだっけ、ちょっと待って、忘れた。何が好きなんだっけ、こいつ。こいつ何が好きなんだっけ、覚えてない。あれ何が好きなんだっけ、こいつ。全然覚えてないんだけど。まあいいや、なんかいろいろあげてみよう。なんかダブってるやつあげてみよう。普通の歯。よし。あ、でも反抗になった。やっぱちゃんとしたものをあげないといけないんだね。あ、書いてあった。さっきも書いてあったんだな、多分。さっきも書いてあったんだな。そっか、あそこに書いてあるのか。そっかそっか、鉱物、木の実って書いて。あ、木の実だよ。葉っぱじゃねえよ。間違えちゃった。看病。めんどくさいなぁ。全然データ見て間違えるってやめようよ、ほんとに。気が治らねえ。うわ、よし。よし、オッケーオッケー。とりあえず、そっか、やっぱり週一プレイは忘れるね、いろんなものを。え、やべ、毒食らってんだ、あいつ。あれって回復しないのかな。あ、そっか、あ、そっか、そういう時に、これで病気を治せばいいのか。なんかいろいろボケてんな。そうだね、これで病気が治るんだよね、多分。いろいろとこう日本語が不自由になってるな。あ、でも毒治ってねえじゃん。病気と毒は違うのか。これ何で治したらいいんだ。これアイテムでなんかあるか。この紋章ぐらいしかないじゃん、これ。まあいいや、もう、とりあえずどんどん突き進もう。もういい。紋章って何だったっけ、そもそも。てか、ボス出てきてくれ、ボス。ボス倒してクリアしたい。あ、まだ、嘘、このステージで終わりじゃないんだ。そっか、全然終わりじゃないのか。ちょっと待って。でもなんか、あんまダメージ食らってる感ないからいいや。1ずつかな、これ。いや。1ずつ減ってるな。しかもなんかこのダンジョン、フロア4つもあんじゃん。敵少ないけど。いや、全然敵がダメだ、これ。ダメだよ、こいつら。もう抜けた方がいいかもしれない。そうだな、だから
3種類の敵見たらもう敵に合わないでじゃんじゃん進むっていう方法でいいんだけど、これ今回みたいにこう敵がいないっていうのもそれはそれでつまんないよね。どうなってんだって、ていうか技かけろよ、技が遅れんのかな得だと。よし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 、レベル上がったりして毒って消えないのかな。あ、こんなのじゃペース全然ダメだ、前にしてんだ、違う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 、もうどんどん行こう、もう敵なんか見えねえんだから今、ね、まあ、やーべえの引いちゃった、また爆破か、爆破3回目か、いや敵か、単なる敵か、なんだ今の奮闘かよ、また奮闘かよ、奮闘今のところ敵4パターンで、また自爆か、やだね、これやだな、せっかく回復したのに、うわ奮闘やめようぜ、もうもう奮闘知らんわ、あれこれどうなんだろう、死ぬ可能性あるのでいくらってるし、これやばいな、やばいな、これやばいな、お、全員レベルアップした、レベルアップして毒がなくなったりしないのかな、甘い甘いか、あ、毒はあるな毒はある、マジですか、もうガンガン行くよ、これガンガン、あれ嘘、違う、敵ねえなマジか、いやもう、あれなんだ今の元気水、元気水って、ちょっと待って、ちょっと待って、空腹じゃないからいいや、こいつは、あれ全然腹減ってないんだこいつら、戦ったやつらだけなのか腹減るのって、こいつ木の実か、こいつに木の実、あれなんで病気と犯行が、あ、イーブンってことか、右側になってるってわけじゃないのか、なるほどね、じゃあ遊んであげよう、で、あ、敵、敵がいた、敵がいた、あとこの元気水っていうのを取って、あれこれって別にこれモンスターにあげたら元気になるんじゃないのかな、適当スピード少しだけ HP が回復するお水、 HP か、毒じゃないのか、まあ使うけど、はい、じゃあこれはとりあえずで、あれ敵になかったっけ、あれ敵になかった、この辺、え、敵いたような気がしたんだけどな、まあまあいいや、うわ、なんだこいつ、今日は彼に来てたくさん取れるといいですが、いやー、いらねえ、いらねえキャラでした、え、マジで、マジで、え、マジか、全然、何フロアあんだここ、結構広い、あ、え、まだあんの、ステージ5まであんじゃん、えぇ、あ、違う、間違えた、あ、この嫌いなんだよ、この上行って下にこういうやつ、こういうの嫌いなんだよ、僕嫌いなんですよ、やっぱ上行ったら上に行きたいんですよ
そうしないとボタン押しっぱなしにしたら戻っちゃうでしょ。コロと何食べなんだな。こっ、反抗したの？もしかして毒があるから怒ってんのかな？毒治さないから怒ってんのかな？何使ってもいいよ、倒してくれれば。マジで倒してくれれば何使ってもいいよ、別に。毒吐き捨てが食らっても毒あるから。多分猛毒とかにならないでしょ、これ。大丈夫、大丈夫。よし。おぉ、ゴムレベル上がるな。ちゅうか、ボス出ないね。あ、違う、間違えた。あぶねー。え？マジか、余計な罠を。上か。じゃあ、こっちに行っていこうかな。だいたい推測ができるよね。ああ、戻った。あれ？敵が全然出てこないね、このダンジョンね。うん。これ左か。臭いからもうメモすんのもやられちゃって。敵どうせ同じやつって4種類なのかな、基本。もしかして、で、あとボスか。いや、謎魔界村ね、ちょっと謎魔界村大したことなかったってことかな。まあ1体だけもらえたからいいか。時間かかんだよな、バトル。こうスパッと終わってくれていいんだけどな。悪口。いやでもこんな深いダンジョン初めてじゃないかな、今まで。なんか 2ステージぐらいで終わってた気がするんだよね、前回。ちゃんと数えてなかったけど。いや、何使ってもいいよ。てか、スティームランス使ってなかったんですよ。ボタン連打してて見てないんだけど。ボス戦でいいですって。ボス戦でいつに、あ、なんか敵かな、なんかいたよ、下に。あれ、いなかったよ。あれ、いないの。いた。もう新しいやつ出てこないわ。ダメだ。もうこのままボスまで突き進む。もうボスまで行く。ボス。あ、まだ次のステージ6まであった。
あれ、なんか不満たらたらのやつがいた。あ、そっか、なんかさっき反抗してたな。そっかそっか、食事、ひでえな、ひでえな、これ。ひでえな。おい。果物？わかんない水、あ、匂う果物、はい。匂うぞ。よし。よし。無理。いや、もうボス、早くボス戦。もうボス戦でいい。もうボス戦でいいです。マジでボス戦でいいです。もういいや、アイテムを拾わなくていいや。拾うと、ああ、拾っちゃった。あ、これ今のやつ何だった見てなかった。なんで。あ、敵がいた。でもボスじゃないな、これ。ちょっと謎魔界村ダンジョン深いし、あ、こいつ嫌い、こいつ嫌い。逃げる。よし。いや、マジで全然出てこないな。ボス、まだ先があるの？これ。ちょっとステージ数多くねえか？あれ？まだ次ある。わあ、ステージ7まで来ちゃったよ。すげえな。あ、なんかまたストレス抱えてるやつがいる。なんだ？あ、違うか。あ、悪化した。ああ、いや、もういいや、めんどくさい。お、何？病気？おし、遊ぼう。あ、大失敗。マジか。よし。遊ぼう。マジかよ。ダメだ。やっぱ適当はダメだ。ていうか、これも今見ないで選んじゃった。マジかよ。ちょっと待って。いや、もう大きくでいいよ、これ。もう絶対。なんとなくね、適当はね、本当に適当になるっぽいから、やっぱ大きくにして成功に入ってれば成功だと思います。よし。もういい、これでさっさと行こう。結構時間かかりすぎてんな、やばいな、これ。もうさっさと、あ、上か。ステージ7って、もう、まあいいや、戦ってやるか。
らえないはずだから、このまま行きましょう。チョリッパーいいな。チョリッパーかな、チョリッパーだよね多分。フォレスターズ、もう関係なくてんだけど、あ、やってます。あれ強いのこいつ。ダンジョン深いよね。レベル18だからっていうこともないよね。前回そんなに深いダンジョンなかった気がするんだよな。全然進まないじゃんこれ。今日10体ぐらい手に入れなかったんだけどな。やっぱ属性見なきゃいけないってやつか。あんま考えてなかったな。やられてる、あ、やられてる。やばいじゃんこれ。やばい、やられた。こいつ強えな。こいつ強えぞ。あー、パンダか。パンダ、なんか強い技あったっけ。なんだこれ。なんだっけ。やばいな。やばいな。パンダやばいな。弱っ弱っ。なんか逃げれないのか。パンダが、パンダが、パンダが、そう、虫だからなんか炎系とかいいなと思うんだけど、こっちが持ってないの。うわっ、よし、いけんのかこれ。入れ替われ入れ替われ早く。よし、威力全部ちっちゃいな。あ、でも先これだ。よしよし、ここはパンダに活躍してもらう。まあ、うわ、なんかやられてる。ちょっと NPC 戦わない方がいいな。時間が長いだけだ。NPC 無駄だ。やめよう。NPC 戦うの。確かに新しくなんか敵の名前を知れるのはいいんだけどさ。え、
え？ダメージ与えろよ、ダメージ。わ、全然ダメじゃん、こいつ。よし、いけ。よし。まあ、何だったんだって話だけど。じゃあもう一回食べよう。ダブリン。これはきついな。うわ、なかなかって。よし、これでいけ。あれ、まだだっけ。もう一回か。これでいけんだ。よし、もう。まだいるの？何これ。じゃあまたウサギ行くよ。あ、そっか、まだいるの。みんなに飼う。いや、こういう敵がいるってことは知れたからいいんだけど、ちょっとやっぱ NPC とは戦うとなんか割が悪いな。時間がね、時間がもったいないね、これ。よしよし、食べろ食べろ。いやいや、敵のレベル分かんないんだよね、こうやって見てても。そこがあれなんだよな。よし、結構時間かかるな。1時間かかっちゃうな、これだと。サクサクってどんどん行きたいんだけどな。ちょっとそういうプレイヤー、このゲームだと無理なのかな。もういいや、もう熱には強そうなんだけど、ヒヨコムシビジュアル的には。いや、結構食らったな。わ、なんかガンガン来るな。わ、やばい、これやられる。マンドラゴラ書いてない。マンドラゴラ、これやっつけやられそうだな。よし、え、よし、ゴーグ。あ、そっか、さっきか。うわ、なんかやべえやべえ、守備力吸収。
ゼロ、ゼロアップ。よし、勝った。危ない危ない。よし、レベルアップ。よし。よし。これでちょっとは楽になるかな。あれ？これ、座って。間違えた、間違えた、間違えた、よし、違う違う、アイテム、アイテム、あれ、なんか見当たった、見つけた、あー、どっちでもいいや、同じものだな。元気っす、はい、こうやってやってよ。いやー、まあ、いや、もういい。やばいな、全体的に今。まあ、ちょっと、あ、タベロン、こいつ。こいつも自、あれ？こいつも自爆なの？なんかみんな自爆持ってんのな。マジか。いやいやいや。いや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 。自爆出すぎだろう。ボス出てこねえよ。どうしたボス。マジか。あ、なんか、あ、ボスいた。今ボスいたのに。今ボスいたのに。今ボスいたよね。なんだ、回復か。よし。よし、これラッキーだ。これラッキー。あとはボス。ボス、あれ？ボスどこ行った、ボス。おい、ボス。いやー、ボスいたじゃん。さっきボスいたじゃん。え、マジで？いやー、マジか。これ雑魚だよね。ボス、うわ。ボスいないのか、ボスは。いや、いや、いつもボスなんかサクサク会えたのに、このタイミングでこのボスになかなか会えない状態作ったのやばいな。ボスいないよね。まあ辛いな、これ辛いな。どこ行った？いや、いや、
この人どこ行った、ボス。え、マジでボスいないんだけど。どうした、ボス。ボス出てこい。ボス出てこい。マジで、マジか。いや、ボス全然会えない。もうこの洞窟やだな。なんかもう洞窟でプレイしたくないな。全然会えないじゃんこれ。どの範囲で移動してんだろうな。だからそいつボスじゃないから、まあいいや、もう一回倒しとくか。もう、あー、やっぱやだ、お前やだ。あー、いやー、ボスどこだ？おー、ボス。マジか。全然ボスに会えないよこれ。いつボスに会えるのこれ。これないよね。いやー、痛恨のミスだったな。ここまで会えないか。本当に会えないよ。あ、なんかいた。ちょっと待って。一応ボスの名前ぐらいメモしとくか。ガリアンコボルト、多分なんとなく前回までのプレイで思ったかったのが、ボスってザコ的の巨大バージョンだよね、単なるね。だから多分ガリアンコボルトっていうちっちゃい敵がいるんだよね。だからで、ボス、もうこれしかないよね。あ、やばいぞこれ。たまる前にやられるかもしれない。やばいぞこいつ。ここ、あー死ぬ。いや、足りない。状況これやばいな。よし、行けー。よし、よし、全部当たればいい。あー、次でいけんじゃんこれ。よし、はい、ミス。よし、あ、これで死んだんじゃない。行かないかな。450ぐらいいってるよね。え、ちょっとやばいか。これやばいな。
3人でいけるやつないんだよな。どうしようかな。まあ、いや、ちょっとこれでいってみるか。ああ、来た。これでやられる。死んじゃう。あ、ミスった。よし。ああ、チャンス。チャンス、チャンス。よし、これで。これで。え、まだ？まだ？あ、これ破壊来る、破壊来る。ミスれ、ミスれ、ミスれ。いやー、狙われた。あ、終わっちゃう。やばい。これどうしようか。はい、ちょっとこれ、細かくいこう、細かく。よし、勝った。あぶねーあぶねー。いやー、ちょっとね、今日のプレイはちょっと不満だよね、ここまでね。いやー、不満だけど、とりあえず帰るわ。クリアしたけど、もうこれはどうでもいいや。謎魔界村どうでもいいや、もうアイテムを、アイテム軒並み売っちゃおうよ、もう、ね、あんな苦労するんだったら。なんだっけ、謎の紋章。これなんだっけ、これなんだっけ。なんでもいいや、売っちゃおう。謎の紋章。いや、最後のは全部売っちゃおう。高いの基準が分かんないから、まあとりあえず250程度だったら、もう、あ、でも250多いな。とりあえず500は全部売っちゃおう。お金を使うかどうか分かんないけど、とりあえずとりあえずどんどんお金をする。今度はね、アートカミオン芸術伝。こいつですね。
ダンジョン、これはちょっとやばいな。違うの息も集まって、アートファミリアが、これは何だ、サントヌゴール、レベル46。あ、そうか、さっきステージ数見てなかった。ステージ数2って書いてあるけど、さっきのステージ数なんて書いてあった。ステージ数読んでなかったな。まあいいや。そう、ステージ数見なきゃダメなんですよ。ということで、これはちょっと辛いんで次行こう。これは無理。じゃあ次はアーマードコアマスターオブアリーナ。これね、こいつです。あ、今ディスク2だ。ディスク2入れました。ディスク2。いやで、なんかいけそうな気もするんだけどな。ちょっとやっぱこれも敬遠して、次はアーマードコアマスターオブアリーナのディスク1。難しいって言われちゃった。あれ、同じだ。あ、同じだ。え、ディスク1とディスク2で同じになった。あ、そういうことか。ってことはこれ製品コードかなんかで見てんのかな。何なんだろう。まあ同じになったから、同じだからダメです。次行きましょう。次、アームドファイター。アームドファイター、あ、レベル低い。これなら大丈夫だ。ロンシルフの森。ダンジョン。レベル23。ステージ数に見ました。ステージ数ちゃんと。よし、行きましょう。はい。
アームドファイターです。ステージ数2でしょ。今度こそ。でもさっきのステージ数見てなかったね。見てなかったねじゃダメなんだけどさ、後であの録画したやつを見て見返してみます。はい、今週の森。はい、例えば、え、ま、もしかしてモンスター毒って生きてんの？毒直してくれなかった。あー、まあいいや、行きます。はい、大丈夫でしょう、根拠ないけど。シルキュー、シルキューとか初めて見たかな。名前がね、いまいちまだ覚えられないんだよね。仲間ですよ、いきなりシルキュー。何が好き？葉っぱが好き。葉っぱはまだ残ってるかな、なんかダメだ、ゴミに捉える。来い。あー、無理だったか、無理だったか。じゃあ逃げる。そっか、逃げるしかないか。今度はシルキューとあれ後ろなんだろう。まあいいよ、ちょっとしよう。違う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 、仲間ですよ。デビパンダか、あれ、あれデビパンダ。今僕の方にいるのデビパンダだよね。ベビーパンダだったらいらないから、シルキュー。じゃあ強引に捕らえる。よし、捕まえた。よし、よし、シルキュー、よしよし、ベビーパンダはいらない。もう早速2体目捕まえる。カブリン、カブリンは捕まえてないよな。これ一覧とかどうやって作ろうかな、今後。パッと見て分かるようにしなきゃいけないけど。あ、違う、捕まえる、捕まえる、仲間にする。カブリか、カブリ。何、木の実、木の実ないよ。じゃあ強引に捕まえる。あー、ダメだ。よし、じゃあ逃げる。あそこにアイテムあるじゃん。超元気する。あれ、いたいたいた、あいつ、お前だ。カブリンがいいな、カブリン、カブリン、カブリン、来い。来なかった。パンダはこいつはもう倒しちゃった。倒した方がね、レベルが上がる可能性があるからね。ダメージ食らってもここでヒールを、ね、ベビーパンダがヒールかけてくれると多分あのそこそこ回復もするし。よし、いっただろう、いっただろう。よし、レベル上がれ、上がんないか。よし、でも毒って何で直すんだろう。いやー、
敵もいるしアイテムもある。よし、アイテムどんどん取って、来い。カブリン、カブリン来ないか。シルキューはもういいんだよ。シルキューはもう1体取ったからもういいんだよ。何なんだろう、野生モンスターが野菜モンスターに見えてジャガイモかなって思ったんだけど、そういうわけでもないんだよねこれ。あ、違うか、なんかこう棒みたいなのがある。どういうシルキュー、どういう根を張ってる草なのかな、よくわかんないんだよな。よし、一撃。よし、カブリン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 。あ、4体目出てきたよ。ムイムイ。ムイムイって捕まえてないよな。次までにあいうえお順のリスト作っといた方がいいな。パッと見わかんねえんだよな。こんな時にもあいうえお順かって言われそうだけど、多分あいうえお順がこの場合やりやすいと思う。食べ物、葉っぱが好き、魚ばっかじゃねえかよ。ごめん、トライ。来い来い。よっしゃ、ムイムイ捕まえた。よし、あとはお、まだ敵がいる。よし、カブリン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 。お前はいいんだよ。カブリンさえいたらもうあとはもうボス戦、ステージ進んでボス戦だよ多分。4種類いたね。でも5種類いるっていうのが僕の読みなんだけど、ただ今まで5種類いたダンジョンがもともとゲームに入ってるチュートリアルダンジョンの時だけなんだよね。NPC 入れるとやっぱり NPC の敵、あ、持ってる敵はそれなりに違うキャラが出てくるっぽいんだけど、その辺がね、まだつかめてないんだよな。でも4種類いたね。カブリン。やっつけちゃおうよ、じゃあ。その一発目でダメージ与えて殺さないと、あれ倒さないと、殺すのは物騒ですね、倒さないと食らうんだよな。だからもう少し一撃とか、そのスティムランスぐらいの強さじゃないと一撃で倒せない気もするんだよ。こんぐらいあると、まあなんとなくこう一回でパタって倒れそうな。そっか、このダンジョンが厳しいとか見てるのって多分パーティーメンバーのレベル平均見てる気がする。確かにそうだとしたら後衛3人がすごい弱いから、3人とか3匹が弱いから、もしかしたらその関係でああいう判断をされてるのかもしれない。カブリン、カブリン来ないな。カブリンか、もう一体5種類目がいたら5種類目がいいんだけどな。でも4種類って読んどくといいのかなっていう気がした。とりあえず5種類目が出ることがなくても、もうこれカブリン捕まえたらあとボスまで行くか、ボス引かないでもいいかなって気もしてきた。カブリンだよ、カブリン。このフロアで、このステージでとりあえずカブリン。なんで、敵とバトルをした後は何か踏んだ。
どういうこと？よくわかんないな。よくわかんない。もうよくわかんないぞ。あと2ターンいくからこれちょっとダメージ食らうな。よし、これでいけ。これは厳しいなぁ。カブリン、カブリン、カブリン。ぬいぬいを捕まえたじゃん、さっき。じゃあ、この辺で行ってみようか。この辺でどのぐらいダメージ与えられるのか。書いていけるんじゃないか。なんかこれは大丈夫。これは大丈夫。ここでやっつけちゃうから大丈夫。これ厳しいなぁ。厳しいなぁ。マジか。カブリン、カブリン、カブリン。2ターン目でこれ増えたらいいや。2個しか増えなかった。3じゃないんだ。毒のせいか。見えなかったね。これ結構強いですね。あ、ついてもなかった。よし、じゃあこれで OK。 何なんだろうな。マジか。うわ、お、見えた見えた。カブリン、よっしゃー、カブリン仲間にする。なんだっけ、木の実か。木の実なんか取ってないよね。強引に捕らえる。来い、今度こそ来い。来い、来い。結構確率高いから、もう妖怪ウォッチの何倍も捕まえやすいよね。本当に。比較していいのか分かんないけど。よし、あとはボス戦だ。またなんか踏んだ。もう、なんだよ、その一本道のなんか、絶対踏まなきゃいけないところにさ、暗闇の罠なんか置くなよって話だよね、これ。2、3で9が7に増えるのか。なるほど。タタックはそんな強くなかったでしょう。よし、ミスミス、よし。2か、2かよ。ちょっといや、これ毒のせいなのかな。2しか増えないの、よくわかんないな、その辺。厳しいなぁ。敵に当たってくれないんだけど。
でもうカブリン取ったからあともういらないよ。もう倒すだけだね。あ、違えた。それじゃねえ。それあんまり強くなかった。てか意味なかった。あ、これ、これか。これか。じゃしばらくこれ、これしばらくやって回復しよう。あれ、回復の方が威力あったよね。ヒールもあるし。さっき今のダメージよりも回復するよね。よしよし、これでいいや。いい気がよし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 、いい気になってます。これいい、いいのいいの捕まえた。よし、魔法の波動で HP 回復っていうのもよくわかんない。23か33かどっちかで2ターンで増えてくれる。よし。で、まあ、どっちにしろ、まあ、次3でもいいよ。次で決まる。増強の波動はあんま意味ないと思うんだよね。やっつけちゃうからね。それにしても全然コンプリの道、厳しいね。ミス？マジ？マジかよ。もう、あ、違う、間違えた。もう逃げよっか、めんどくさいから。あ、ダメージ食らったからダメだ。もう、これは。あ、でもこれ回復するからいいか。これ回復したら逃げよっか、もう。これめんどくさいや、もう。もうめんどくさい。逃げる。よし、もうめんどくさい。あとボス戦だよ、ボス戦。あれ、これもしかしてこういうこと？めんどくせえ。どうなってんの？見えないんだけど。めんどくせえ。こういうこと？どうなってんのこれ？全然もう見えねえ。お、あいつか、これのせいか。よしよしよし、あとはもういいよ。もう次のステージ行って、もうボスあ、いた。よし、いやボスはなんだ。アガベイ。アガベイはまだ撃てないかな。少なくとも捕まえたやつにはいないし、ボスでも出てないよね。どうやったらリスト一覧をすぐに見れるようになるかな。ちょっとリストの作り方次回までに考えておきます。てかこの画面に載せられないんだよ、僕がここにいるから。僕がここにパソコンのモニター見てんだけど、とりあえずここで見やすいようななんか作らなきゃダメだなっていうところです。やばいな、もしかしてチェンジした方がいいかもしれない。これたまんないな、これやばいな、これ間に合わないな。あと2ターンだ、33で2ターンかかん、あ、無理だな、これ間に合わないな、これ外れろ。よし来た、よし来た、いけ、これでチェンジだ。よしよし、これでチェンジして、チェ
あ、間違えた、間違えた、間違えた、違う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 。わ、いや、粉砕したよ。粉砕しちゃったよ。いや、違うんだよ。お前じゃねえんだよ。あ、でも、こっちでちょっと行けるだけ行こっか。何がいいんだろうな。どっちがいいんだ、これ。どんぐらいだろう、レベル的に。やっぱ1000ぐらい体力あるのかな。今400ぐらい。粉砕とどんぐらい来るんだろうね。まあ、よし、大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、まだ大丈夫。お、来た。よーし。社員ランス、何これ。 全然見てなかった。やっぱりいつも連打しちゃうんだよな。じゃあちょっと待って、ライトニング、イクスってどうなったっけ？イクス。まあいいや、ここに入れとくか。よし、もう一つダンジョンいけんな、今日。あと、毒を消す方法を。毒を消す方法を。違う。毒を消す方法をちょっと。よし。結局に、今日、1、2、3。4体か。まだ4体しか捕まえてないよ。で、なんだっけ。あれ？グランドの店に行くじゃん。手を売る。まあ、この辺。なんかあんまりもう、アイテムで、鉱物で、なんか釣ってもあんま意味がある。結構、鉱物で釣ってもあんま意味ないっていうのがね、今日のプレイ状況から、なんか、強引に捕まえられるんじゃねっていう。もう血しかなくなってきたから、もうそのダンジョンで、ああ、間違えた。もうアイテムはどんどん売っちゃおう。でも腐った魚ってことは死んでるってこと？あ、でも生きてる魚アイテムにしねえか。直しはあるけど、能力上がります。いや、違う。あれ、毒消しのアイテムってないの？ マジですか。これ毒ってどうすりゃいいのね。毒、マイホーム行けばいいのかな。この建物なんか意味があったか覚えてないんだけど。アイテム整理、カレンダー、トロフィー、外に。いやー、これ何で直すんだ、やつを。全然わかんない。もうこれはね、大会はいいんだよ。もうこれパッと。何か聞けたっけ？
いやー、そういうどうでもいいことしか教えてくれないのね。なんか役に立つのかどうかよくわかんないんだけど、とりあえず毒を消したいんだけど。もういいや。もう次のダンジョンに、このまま行っちゃおう。ダンジョンビルド、はい。次は R です。ディスク2枚組か。これ限定版だったかな。とりあえずディスク1です。さて、何が出るかな。ダンジョン発見前のすぐに。お、工事セーブ出現。で、ダンジョン32で、ステージが2ですね。これいきましょう。結局体力じゃないや、毒ってどうやって消すの。ちょっと次回までマニュアル読んどきます。R のディスク2だったディスク1だから、次回ディスク2、今回多分ここで終わ、このダンジョン攻略したら終わりだと思うんで、次回の、あれ回復してないよね。なんだろう、敵オルディオン、いないから。ああこれゴルディオ最初のプレイした時にいたんだ。捕まえてないからここは捕まえる、仲間にする。アイテム全部売っちゃったっけ。あそうだ、じゃあ強引捕まえよう。捕まった。本当に捕まったよ。よし、捕まった。オッケー。さて、まだなんか全然敵がいないぞこれ。あ、いたいたいた。よし、道路は、道路も捕まえてないや。じゃあ捕まえてみよう、仲間にする。捕まえろ、来い来い来
ほい。ほい、よし。道路捕まえました。出てこないときはとことん出てこないね、本当に。なんか決まってんのかな。増やそうかなってか、ファミコンって多分、これめんどくさいやつだ。ファミコンって多分ね、まあ、以前ね、やった、カラテカとね、カラテカぐらいかな、まともにプレイ動画になってるの、ぐらいなんだけど、何をやるといいのかなっていうのが、ちょっとね、悩み中なので、ぜひ、ご要望ある方、コメントとかでね、教えていただければ。木の実じゃないのかな、これの扱いだと。まあ、あげてみようか。やっぱ木の実と果物は扱いが違うんだ。逃げよう。ライトにまた出てきてください。いや、強引に捕まえた方が良かったか。木の実だと思ったんだけど、そうでもないのか。道路はもういいよ。道路はもういいよ。やっつけます。ライトニング見てほしいんだけどな。何これ、銃とか溜まってるし。でも大丈夫か。こいつ強力の技持ったらやばいよね、この溜まり方ね。強えなこいつ、強えぞこいつ。こいつ強えな。あ、そう、これでディフェンスを上げてるからだ。なるほど。あれ違うな、でも数字的に結構でかい数字出してるけど、体力あるな、やっぱレベル高いんだこいつら。これでいったらよし。こうまともに戦って倒しといた方がいいな。素直にレベル上げとこう。いや、でもそもそも敵が出てこない。敵
敵が少ないな、やっぱり。忍びじゃないですってやつね。よし。ライトニング、ライトニング、ライトニング、ライトニング。ゴルディオはもういいよ、いらないよ。ゴルディオはいらない。あ、でもこれ一回で倒せるかな。増強のハードやばいの、やばいもん使ってるじゃん。倒してやろう、倒してやろう。よし、よしよし。ちょっと待って、ブレス。またちゃんと見ないで。ちょっと待って、貫くかな。おう。ライトニング、ライトニング、もしくは新キャラ、ライトニング、もしくは新キャラ。ゴルディオか、ゴルディオか。ブレスって打撃なの？ちょっと待って、ブレスって打撃なの？どういうこと？ちょっとね、このゲームの属性まだちゃんと読んでないんで、説明書ちゃんと読んでないんだけど。ブレスって打撃なの？打撃？よし。おお、杖いい役に立つな。役に立つないんだけど、ライトニング出ないのかな、もう。ちゃんと出てほしいな、ライトニング。お、敵いた、敵。よし、ライトニング来い。ライトニング、来い。ライトニング。ライトニング。ゴルディオばっかかよ。あ、やべえ。わかんないか。ゴルディオばっかだな。なんとなく、こう、いっぱい出る敵と、あんまり出ない敵っていうのが、組み合わせがあるっぽいよね。ミス、マジか、ミス痛いな。まあ変わんないけど、あ、でもブレスだと、あ、でもさっきのからいくとブレスも強かったよね、結構。2回連続ミスは痛いな。もうめんどくさいから逃げよう。やべ、やられた。よし、あぶねお、ライトニング来い、ライトニング。マジでライトニング。道路か、道路か。もうがっかりだな。道路か。
系の魔法を使ってくれて、こう一撃で倒せた時が一番気持ちがいいんだけどね。あれ、よし、いいね、いいね。お、ライトニング、ライトニング、ライトニング。道路ばっかだな。道路とゴルジオばっか出ますね。ライトニングがちゃんと捕まえられればもうそのまま、あれ、え、予想終わんねえのマジか。これは参ったね。よし、よしよし、あれ、これはなんだよくわかんねえ、誰だよ今の。あ、ライトニング来た、ライトニング来た。よし、仲間にする。木の実だっけ、木の実ないんだよな。これボンボンボーンって何、木の実やめとこう、ごめん、トライ。いやー、無理だったか、無理か。じゃあ逃げる。その食べ物を与えても強引に捕らえてもなんか捕まえられる率はあんま変わんない気がするんだよね。正確なデータが取れないのが何だろう。ゴルジオももういいや。もういいや。あ、なんかいっぱいいる。ここに溜まってんじゃないの、さっきのやつらが。よし、ライドニング、強引に。あー、無理か。そっか、これで逃げ、これでもう一回逃げとけばまた捕まえるチャンスがあるのか。そういうことだよね。これが多分このステージ内にいるんだよね、多分。ってことは、さっき倒してないゴルディオはここに出てくるのかな。道路か。まあいいや、倒してやろう。邪魔なものは倒してやろう。邪魔なものを倒して、多分このステージをうろうろしてると、多分ライトニングに合うんだよ。で、さっきのなんか、ちょっと、なんか、むちむなキャラクターだよね、多分ね。ビジュアルが多分あれも変わってないんじゃないかなという感じで推測をしながらやると今後の攻略に役に立つんじゃないかなというところですね。そういえば前回まであれだな、あ、死んだ死んだ。そういえば前回まで、ちょっと待って、試合これ見てみたい。前回サムネイルに、
サムネイルにあれだね、あの何匹何種類捕まえたか書いてなかったとかいうちゃんとつけとかなきゃな、覚えてたら忘れてそう。どのぐらいなのかっていうデータがないからやっぱりこうあんま変わんない気がしちゃうんだよね。あ、これ厄介系だな、あのビジュアルは厄介系だな、みたいなのはちょっと嫌だね。いずれにしてもちょっとライトニングで、ライトニング、そっちはそっちはいらないんだよ。まあ、めんどくさいから倒しとくか。めんどくさいから倒しとくか。よし、倒そう。倒してライトニング一択で捕まえて、ライトニング捕まえて今日は ボス倒してここで終わりでいいかな。で R のディスクには次回みたいなパターンで、やめつえちゃん。倒せないの？マジで。強えな、あいつ。強えし、たまらないし。やばいな、これもう一回食らうな。自分がかけようとして技かけられていってないんですよね。よし、これどうしようか、入れ替えようか、このままいくかな、一応入れ替えるか。ディグでいけるな、これはいけるけど、よし、これでいった。よし、よし、ライトでいいでしょう、多分。そういうことか。強引に取られる。まあダメか。こいつ確率が低いのかもしれない。じゃあ逃げる。
そのダンジョンで倒しちゃうともう出なくなっちゃうんですよ。でも倒さないでいるとまた出るっていう仕様だから、仕様なので、その仕様を信じるとしたら、多分このフロアをうろうろしてるとまたあいつに会えるんですよ。そっか、そういう意味のビジュアルなのか。そういう意味でいろんなキャラクターが出てくるのか。こいつは確率低いのかな。お、来た来た、捕まえた。よし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 、いいぞ。よし、これでなんかこう気持ちよく終われるような気がする。でもステージ2だけどボス出てないな。ボス、あれ、こいつなんだ。ステージ2で終わりだよね、多分。でもゴルジオですか。ゴルジオだったらもう逃げよう。もうめんどくさいから逃げよう。ていうか回復してなかったね、アイテム使う。超激怒。あれ、ステージ2だからボス出てきていいんだよね、ボス。こいつ今や、今、今、あれか。うわー、回復したのに。回復したのに。あ、ボスいった。やべ。やばいな、これ倒してもスカラベもらえない。あ、もう今や持ってるからいいか。イエティだってボス。これやばいな。これ持つかな。回やダメージ与えればいいか。すげえぞ、これやばいぞ、やばいな。ちっちゃいなのでよかった。守備、守護大丈夫だな。え、ちょっと攻撃だったの今の。うっそー、なんか攻撃っぽい名前じゃなかった気がするんだけど。3って言って2ターン持つか。ああ、これまた来るぞ、同じのが来るぞ。これやばいな、これやばいっつうの。わ、これやばいな。これたまる前にやられるな、これ。やばいな、これもう一回食らうぞ、これ。粉砕やばいな、これ粉砕やばいって。粉砕はやばいっつうの、これやばいな。ちょっと待って、これ何がある。持つかな、いくかな。3、6、9だ、ね、3回だな。マジか、いきなり滑ったか。やばいな、これ。これやばいぞ。やばいぞ、これやばいぞ、これ。やばいぞ。よし、これで、でかいダメージ与えないとちょっとやばいぞ。そっか、さっきこれだって弱かったんだよ、さっき。
確かにさっき弱かったんだけど、ちょっと待って、ちょっとやばいぞやばいぞ、これもう一回来るぞ、でかいの150レベルで来るぞ、これやばいな、これ負けるかもしれない、うわ死んだ、いやーこれどうするどうする、これどうしたらいいんだろう、これちょっと待って、アイテム使えたっけ、あ超用意しときゃよかったな、あ無理だ、負けた負けた負けた、こいつら弱いからどうにもならねえだろう、とりあえずとりあえずあがあごあがあがくか無理だよこれ無理だよこれ、いやーこれも無理だよ、やっぱ6体バランスよく強くしないとダメだね、次回その辺ちゃんとやろう、これ死ぬだろうこれ死ぬだろう、いやーいやー、もうあとの2体ももう雑魚だから、でもこれ無理だろう、ロンパンがちょっと引っかくじゃ無理だろう、これやってもダメだろう、普通に考えたら、これやったところでちっちゃい3とかだろうこれ、4、これあとどんぐらいなんだろう、もう赤くしかない、これもうどうにもならないよこれ、逃げたいよ、もうあいつが同じ技もう一回使ってきたらもしかしたら勝てるかもしれない倒しちゃったマジか、すげえ運がいいなこれ、マジかマジかあぶねー、いや勝てるんだ、多分さっきのコンピューターの攻撃で体力がもうなかったんですよ、ただあそこで殺すとおかしい処理になるから多分そういう処理入れてんじゃないかな、とりあえず1残すみたいな処理入れてんじゃないかなっていう気がしました、わかんないけど、まあ、とりあえず1残ったんで、ちょっと次回は光栄3体をまた捕まえたやつの中から何入れるか決めてこう入れ替えとかやろうかななんて思いました、はい、とりあえず店に行って売るだけ売ります、捕まえれるだろうって高をくくってどんどん振ります、ねえ、いや諦めなくてよかった、あれで無理やり3体とか出そうとしてたら、あの揃えようとしてたら全滅してたわ、よかったよかったまあ
ガラベはなんとなくいつも忘れないようにちょっと買っとこう。で、そういえば毒って結局毒ってどうだったんだ。毒よくわかんないんだよな結局。まあいいや、ちょっとダンジョンビルドで、あれダンジョンビルドでセーブだったよね。ということで今日はここまでにしましょう。はい、やっぱねちょっとあとの3体ちゃんと決めよう。あ、タベロンあるじゃん。タベロン育てたら自爆できるのかな。ということでね、なんか今日は 1,2,3,4,5,6,7 体かな手に入れたんで、まあちょっとまだまだペース遅いんで、ちょっと次回からね、ちょっともう少しもうささっとこうアイテムじゃないや、敵をモンスター捕まえて、でモンスターのリストをねちょっともう少し見やすいリスト作って攻略しようかなと思います。はい、ということでね、ちょっとコンプリ計画ね、どうにかこのゲーム終わらせて次のゲーム行きたいんですよ。早くいけるかな、まだ全然ダメだな。はい、ということで、このチャンネルに応援いただける方はぜひグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカンでした。